週末、ペットボックス那覇店で開催されている保護犬モデルルームの運営に新たに加わった保護団体の活動を紹介します。テレビだからどうというよりかは、ほんまに今日も一個のいい思い出にしてもらえたらいいなって思ってるんで。ピップスは写真家で大阪出身の松尾さん夫婦が沖縄移住後に立ち上げ、活動3年目になる犬の保護団体です。オッケー、こっちで僕そこ座ろうか。じゃあもう自然に普通に喋ってる感じ。この日は豊見城市のアウトレットモール芦比奈青ロケ地に3歳の小麦くんと北原さん夫婦の撮影会です。写真自体は嫌がらないので、思い出がいっぱいデータで残せて嬉しいなと思って。単純に写真がとっても素敵なのと、あと保護犬の活動費に充てられるというので素敵だなと思ってね。一番はやっぱり不幸な犬をなくしたいっていう目標がある中で、もっと私たちにできることがあるんじゃないか、救いたい命があるよねっていうので保護活動をしたいっていうのが一番のきっかけ。その中で、私自身がブライダル、ウェディングでずっと、写真を撮ったりっていうのをしてきたので、そこと犬を何かつなげられないかとなった時に、プラスアルファ何かできないことはないかっていうので、写真を強みにして、いわゆる売り上げを全て保護活動に充当することで救える命が増えるんではないか、であとはお客さんにとっても犬にとってもウィンウィンになれるんではないかっていうので、本当にこうね、写真撮るといつもかなり人懐っこくて、カメラマン、ね、寄っていくよね。上手だからなのかもしれないですけど、カメラ嫌がらずに撮らせてくれるので、慣れてるから、安心してお願いできるのと、かしこまらずにこう自然体で撮ってもらえるのがとってもありがたいです。普段と同じように、自然体な、自然体だけど、自分たちは人を写さないから、家族写真が増えて嬉しい。違いますね、上手です、とっても上手です。犬だけじゃなくて人を撮るのも上手なので、またビーチで撮りたい、また走り回ってるところを撮りたいです、次は。かわいい、かわいい。めっちゃかわいい。よし、OKOK、 いいよいいよ。